ここでは2018年におけるサッカー、日本代表の試合結果などについて記載する。2017年から2018年から2019年、バヒド・ハリル・ホジッチの指揮のもと、2018フィファ、ワールドカップ本戦に向けて親善試合などで対策を行っていたが、開幕2ヶ月前に、選手とのコミュニケーションや、信頼関係の問題から、ハリル・ホジッチは解任された。そして、 日本サッカー協会技術委員長として、ハリルホジッチを支えていた、西野明が新監督に就任した。2018FIFA ワールドカップでは、決勝トーナメント進出を果たし、最終順位は15位だった。西野明の退任後は、東京オリンピックでの活躍を目指す U-21 代表監督との兼任で、森安はじめが A 代表監督にも就任した。 2018年11月、キリンチャレンジカップに向けた、メンバー2018年に招集された選手。大会、招集選手勝利引き分け敗戦日本 V マリン日本、V ウクライナ日本 V ガーナスイス V 日本日本、V パラグアイコロンビア V 日本日本、V セネガル日本、V ポーランドベルギー V 日本日本、V チリ日本、V コスタリカ日本、V パナマ日本、V ウルグアイ日本、V ベネズエラ日本、V キルギス。 ありがとうございます。